ニコン Z6 ラボ穴の穴編。動物瞳 AF で人を撮ると鼻の穴にピントが来てしまうという噂を確かめました。鼻の穴ということで小堺一樹さんの写真を使いました。まずは人用瞳 AF です。きちんと瞳を検出しています。鼻の穴をアップにしても瞳をキープしています。次に動物瞳 AF に切り替えます。きちんと瞳を検出しています。鼻の穴だけにすると一時的に誤認識しますが、すぐに瞳を検出します。動物瞳 AF でも問題はありませんでした。